日本語能力試験懲戒 N22 回目これから懲戒試験を始めます。メモを取っても構いません。問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。 問題1問題1では、まず質問を聞いてください。それから話を聞いて、問題用紙の1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。1>, 1番昼休みに女の学生と男の学生が 今夜の服装についいてて話しています男の学生が着替えてくる服装はどれですか今夜の懇親会だけどさジーンズに T シャツじゃまずいよな。まずいに決まってるでしょそんなの。でもどうしてそんなこと聞くのうーんシンポジウム終わったらそのまま夜から海行くことになったんだよ友達と。それで ちょっとうちに帰って、このネクタイとスーツ着替えてきたいんだよ。そっか。じゃあ、ジャケットだけ着てくれば靴はスニーカーでもいいかな。スニーカーに合うパンツとジャケットなら、靴は革靴じゃなくてもいいんじゃないのそうだよね。じゃあ俺、ちょっと着替えてくる。男の学生が 着替えてくる服装はどれですか二番男の人が女の人に自分の国の お辞儀について説明しています。これから二人がするお辞儀はどれですか日本でもお寺に行ったときは、手を合わせてお辞儀をしますね。ええ、もちろん。私たちの国では、もっと丁寧にお辞儀をします。へえ、どんな風にまず、胸の前で両手を合わせるのは日本と同じですが、それから膝を折るんです。 両膝を折って、ひざまずきます。そして、合わせた両手を離して、両手と頭を床につけます。それから、頭は床につけたままで、両手を裏返して、手のひらを天井に向けて持ち上げるんです。へえ、面白そう。ちょっと一緒にやってみましょうか。ええ。 この後、二人がするお辞儀はどれですか。三番。男の人と女の人が。 話しています。女の人は、これから何をしますか山口さん、ちょっと大急ぎで、見積書を一つ作ってほしいんだけど。はい。でも私、今からちょっと郵便局に行かないといけないんですが、それと、今日は伊藤商事の報告書も急ぐんですけど。報告書はいつまでに出すの明日のお昼です。 見積書は今日の5時までに出さないといけないんだよな。ごめん。こっち先にやってよ。郵便局には他の人に行ってもらうようにするから。わかりました。じゃあ、報告書はあと2、30分で一段落しますから、それからかかるようにします。ただ、ちょっと銀行にも私行かないといけないので、それからでもよろしいですかうん。とにかく5時までにできればいいから。 女の人は、この後最初に何をしますか四番クレジットカード会社の 電話案内です。クレジットカードがあといくらまで使えるかを知りたいときは何番を押せばいいですかお電話ありがとうございます。ABC カードお客様センターです。音声案内に従って電話機を操作してください。解約、紛失、盗難は一応。 暗証番号の変更・紹介は2を。分割払い・お支払いのご相談は3を。次回お支払いの金額・ご利用可能額は4を。その他のお問い合わせでオペレーターとお話になりたい場合は5を。もう一度お聞きになる場合は8をご入力ください。 クレジットカードがあといくらまで使えるかを知りたいときは何番を押せばいいですか ?5 番。 先生と学生が大学のキャンパスで話しています。学生はこれから何をしますかああ、工藤君、来月から始まる公開講座のことなんだけどね。どう手伝ってくれる学生集めてくれたかなまだ友達に声かけたくらいで、募集は始めていませんが。そろそろ始めないとね。チラシを作って配ったり、資料を作ったり、 会場のセッティングもあるから、結構人手がいると思うよ。はい。明日からすぐ始めます。あの、チラシの方は原稿ができていますので、先生にも見ていただきたいんですが。ああ、そう。じゃあ、後で研究室に持ってきて。はい。パソコンに入っていますので、プリントアウトしてすぐお持ちします。うん。じゃあ、後で。ボランティアの学生集める方もよろしく頼むね。はい、わかりました。 学生はこの後何をしますか。問題二。問題二では。 まず質問を聞いてください。その後、問題用紙の選択肢を読んでください。読む時間があります。それから、話を聞いて、問題用紙の一から四の中から正しい答えを一つ選んでください。一番、女の人と。 男の人がサービスエリアの車の中で話しています。男の人の携帯電話はどこにありましたか さってそれでは出発するかあれ携帯どこ行ったんださっきの店に置いてきたのかもうすぐ忘れてくるんだからでもさっきコーヒー飲む時携帯使ってなかったよあなたそうだよねどっかに落としたのかなちょっとかけてみてよ僕の携帯にいいわよあ鳴ってる えどこだ車の中だけど。ああ、もう、耳も悪いんだから。ほら、ちょっと腰を上げてみなさいよ。なんだ、こんなとこに。うわあ、くさーい。うるさーい。そっか、さっき車から降りるとき、ポケットから滑り落ちたんだ。 男の人の携帯電話はどこにありましたか二番女の人が今日のお天気について話しています。 関東地方の今日のお天気はどうですかそれでは今日のお天気です。 日中は日差しもありますが、天気は変わりやすいでしょう。昼過ぎには各地で雨が降る見込みです。ところによっては雷が鳴るかもしれません。今日は天気の急な変化に注意してください。では、天気の移り変わりを見てみましょう。今日の日中は広い範囲で晴れる予想ですが、午前中から東海地方では雨のところがありそうです。午後になると、この雨の降りやすいエリアは関東地方にも広がってきます。 夕方以降は東京を中心に雨や雷雨になりそうです。関東地方の今日のお天気はどうですか 3番女の人がドレッシングの作り方を説明しています。女の人がオリーブオイルを使う理由は何ですか 今日は低カロリーの和風ドレッシングの作り方をご紹介します。まずベースになるのはお醤油ですね。大さじ3杯。そしてお酢を大さじ2。それからお砂糖は小さじ1。これに塩と胡椒を加えてよく混ぜます。そしてここにオリーブオイルを使います。 オリーブオイルは香りが非常に豊かで、少量でも満足感が得られます。大さじ1杯だけ加えます。普通、市販のドレッシングは油とそれ以外の液体の割合が1対1ぐらいですけど、このように自分で作ると油を少なくしてカロリーを抑えることができますよね。はい。出来上がりです。 油の少ない低カロリー和風ドレッシングです。女の人がオリーブオイルを使う理由は何ですか 4番女の人と男の人がペットボトル入りの飲料水について話しています。男の人が水を変えた理由は何ですか それっってて酸素が入ってる水でしょそうそう今度はこれに変えたんだ頭がすっきりするとか健康にいいとか宣伝しているようだけど本当なのそんな感じもするけどいいんだよ薬じゃないんだからでもちょっと高いと思わないただの水だよ僕はそう思わないな水にもいろんな味があるしジュースとかコーラより 僕は水の方が好きだよ。でも、いつも同じのを飲んでると飽きるんだよね。時々変化が欲しくなる。うーん、そうだったんだ。だから新しいのが出るとすぐ買うんだね。男の人が水を変えた理由は何ですか 5番女の学生と男の学生が田中くんのことを話しています。田中くんはどうして先生に褒められたのですか 田中くん先生に褒められたんだよ優等生だもんね田中くんはうん宿題のノートを忘れたのどうして何でそれで褒められるわけ友達に宿題のノートを貸したんだけどね昨日その子が学校休んじゃってでも田中くんはそれを黙ってたのよ先生はでもなんとなく教師の勘でそれが分かったから人のせいにしないのは偉いって褒めたのよ 田中くん素敵よね。でもノートを貸したりするのはよくないよ。うん、そのことは先生にも注意されたんだけどね。田中くんはどうして先生に褒められたのですか 男の人が話しています男の人は友達作りが上手な子供は何の影響を受けていると言っていますか 昔から「人を見たら泥棒と思え」という言葉がありますが今では「人を見たら走って逃げろ」と言った方がいいかもしれないぐらい現実の社会は冷たく厳しいものになっていますいつ誰に何をされるかわからないと感じている大人たちが増えているためにその影響を受けて今の子どもたちは友達作りが苦手になってしまっているようですもちろん中には、 友達作りがとても上手な子供もいます。優しくて周りによく気を使う子です。実は彼らの周りには必ずそのような大人たちがいます。彼らはその大人たちから友達作りを学んでいるのです。我々大人はそのことを忘れてはいけないと思うのです。 友達作りが上手な子どもは何の影響を受けていると言っていますか問題3。 問題3では問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。1番。 テレビでアナウンサーが読書に関する調査の結果を話しています。最近は本を読む人が少なくなったと言われますが、実際はどうなのでしょうか。10代後半から60代までの方を対象に調査したところ、全体の約半数にあたる46%の人が、1ヶ月に1冊も本を読んでいないことがわかりました。一方、 1>, 1ヶ月に1、2冊読むという人は36%、3、4冊読むが10%、5、6冊、そして7冊以上読むという人はそれぞれ4%でした。今回の調査では雑誌や漫画は含まれませんでしたが、10年前に比べると全く本を読まないという人が10%も増えていることがわかりました。 これは、読書の何についての調査ですか ?1、1> 読書の量 2>, 2、読書の種類3、読書の方法4、読書の理由 2番家具の売り場で店員が話していますこちらの鏡をちょっとご覧くださいよく玄関や寝室に置いてある全身を映す鏡ですが大きな地震の時などに倒れて割れてしまうと大変危険です実際に地震が起きた地域ではそのような怪我が発生していますそこでこちらの鏡なんですが軽くて しっかりした高品質のプラスチック素材ですので地震などで倒れてもガラスの鏡のように割れて人が怪我をする心配はありませんお値段の方はガラスの鏡よりちょっと高めになりますが本日はこちらの特別価格でご奉仕いたしております店員は何について説明していますか 1, 1ガラスの鏡の経済性 2, 2ガラスの鏡の安全性3プラスチックの鏡の経済性4プラスチックの鏡の安全性 3番女の人がテレビ番組について話しています先日フランスから日本へ戻ってきて気づいたことがありますフランスには半年住んでいたんですがあちらのテレビでは非常に討論番組が盛んで前晩のように出演者がああでもないこうでもないと議論しています議論をするのが好きなんですね ところが、日本へ帰ってきて、一週間テレビを見ていても、ほとんど議論らしい議論は見当たらない。代わりに目につくのが、お笑い番組の多さです。どのチャンネルに変えても、あはははっと笑っている。フランスにもお笑いはありますが、目立たない。これも、お国柄なんでしょうね。 女の人はどんなことに気がつきましたか 1, ?1 フランスではお笑い番組が日本では討論番組が少ないこと 2, 2フランスでは討論番組が日本ではお笑い番組が少ないこと3日本でも フランスでもお笑い番組が多いこと4日本でもフランスでも討論番組が多いこと4番 ラジオの番組で女の人が新しく公開される映画について話しています。さあ、いよいよダビンチモードが来週日本でも公開されます。主演はあのロバート・ベッカム。監督もロバート・ベッカム。そうなんです。ベッカム初めての監督作品なんです。これだけでもこの映画、 見る価値がありますよね。そしてヒロイン役は話題の新人マリリン・ヘップバーン。この映画きっと彼女の代表作になると思いますよ。彼女の素晴らしい演技はアカデミー賞ものです。でもこの映画魅力は俳優だけではありません。なんといっても注目は映画のラスト。最後の最後に 大変な秘密がああ、もうこれ以上はお話できません。あなたもお近くの映画館でぜひご覧ください。女の人は映画の何について話していますか 1, ?1 ストーリー 2, 2 俳優の魅力3アカデミー賞の可能性4注目すべき点や見どころ5番 政治集会で男の人が演説をしています友愛党は来年から子供一1人に対して月1万円の手当を出す子供手当を提案していますが私はこれには賛成できません収入が増えて助かると思う人もいるかもしれませんがそれは一時的なことです友愛党は3年後には 消費税を上げようと考えていて、もし消費税が上がったら、確実に月1万円以上、各家庭の負担は増えるからです。我々民事党は消費税を上げることに断固として反対します。まずは税金の無駄遣いをやめることから始めるべきだと考えます。 男の人はどう考えていますか 1, ?1 子供手当には反対消費税を上げることは賛成 2, 2子供手当には賛成消費税を上げることは反対3子供手当にも 消費税を上げることにも反対4子ども手当にも消費税を上げることにも賛成問題4 問題4では、問題用紙に何も印刷されていません。まず、文を聞いてください。それから、それに対する返事を聞いて、1から3の中から正しい答えを一つ選んでください。1番お客様、 プレゼントでしたらリボンをお付けしましょうか1プレゼントならもう買いました2はいその通りです3そうですねお願いします 2番 2> 今日は2時から試験でしょ早く行かないと間に合いませんよ。1, 1はい、頑張ります。2大変だ、急がなきゃ。3もちろん試験は受けますよ。 3番。よかったね。大学院、合格したんだって。1>, 1。どうも、おめでとうございます。2。2> どうも、お疲れ様でした。3。はい、おかげさまで。 4番明日の卒業式って出なきゃなんないかな1そうね、明日は楽しみね 2, 2そんなの当たり前でしょ 3, 3もう少しで遅刻しそうになったわ 5番「こちらの方へはいついらしたんですか?」「1, 1」「いつか行きたいと思っています」「2」「5日ほどおりました」「3」「昨日参りました」 6番。あれまだ残って仕事してたんですか明日から出張でしょ ?1。ええ、今出かけたところです。2>, 2。ええ、そろそろ帰ります。3。3> でも残業までするつもりはありません。 7番あの国の人口は2000万人ぐらいでしょうかね。1, 1いやそんなもんじゃないと思いますよ。2いやそれどころじゃないと思いますよ。3それはそうじゃないと思いますよ。 8番あ、いけない。けなカメラ持ってくるの忘れちゃった 1> 1あれほど言ったのにそんなの忘れっこないわよへえそうだったんだ。 わざわざ持ってきていただくのも大変ですから宅急便でお送りください1ではそのようにさせていただきます <S 2, 2 <S ではすぐお持ちします 3, 3どうもご迷惑をおかけしました 10番例の件は小沢部長におっしゃっていただけましたか 1, 1はい申しておりました 2, 2はいお伝えしておきました3小沢はただいま席を外しておりますが 11番本当にもうあの人ったら守れるはずもない約束ばかりするんですよ 1> 1約束したら守らなくちゃいけませんよね。2守らざるを得ないでしょうね3。そんなはずはありませんよね。 12番、名前だけしかわからないんですが、どの学校に通っているか調べてもらえませんか 1>, 1、名前だけでは調べようがありませんね。2、それじゃあ調べるわけですよ。3、なかなかうまくいきませんね。 問題5問題5では長めの話を聞きます。この問題には練習はありません。1<番>問題用紙に何も印刷されていません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて 1>, 1から4の中から正しい答えを一つ選んでください。学生3人がゼミの打ち上げについて話しています。あのさ、ゼミの打ち上げのお店どうするやっぱたくさん食べられる店がいいよね。だとすると、居酒屋かなええー、また居酒屋たまにはちょっとおしゃれなレストラン っていいいいううのもんいいんじゃない、うん、たまには雰囲気変えてみるのもいいね。でも、高い店はちょっと。だよね。やっぱり学生なんだからさ、安さ優先だよ。私も安い方がいいけど、でも、いつもの居酒屋はやだ。うるさくて、ゆっくり話せないんだもん。たまには落ち着いて、みんなと話したいんだよね、私。でも、静かすぎるところで、 さあ話しましょうっていうのもかえって話しにくいんじゃない俺は料理の量が多いところじゃないと満足できない難しいねあそうだ駅のそばに新しくできた居酒屋個室があるらしいよ部屋が分かれてればそんなにうるさくないしそこはどうああそれなら居酒屋でもいいやじゃあそうしよう 三人はどういう店に行くことにしましたか一 <1 S 1> 新しくできた静かなレストラン二 <2 S 1> おしゃれな雰囲気の居酒屋三 <3 S 1> 値段の安い居酒屋四 <4 S 1> 個室がある 新しい居酒屋。二番。まず、話を聞いてください。それから、二つの質問を聞いて。それぞれ、問題用紙の一から四の中から。 正しい答えを一つ選んでください。女の人が健康診断を受ける部屋の説明をしています。えー、健康診断は女性と男性別々に受けてもらいます。女性はこの階の1号室と2号室で、男性はこの上の階の3号室と4号室で受けてください。それから、 さっき配ったピンクとブルーの整理券を持っていると思いますが、女性はピンクの1番から50番までが1号室。51番からが2号室になります。男性はブルーの整理券の1番から40番までが3号室。残りは4号室で健康診断を受けてください。あれ僕のって、これ、81番かな そんなわけないでしょ男子は80人もいないんだから。ほら、やっぱりそうだ。逆さまでしょ、逆さま。上と下が。ほんとだ。ああ、よかった。10番台なら結構早く終わりそうだね。君は私は、ラッキーセブンが2つ。ああ、番号はいいんだけど、ちょっと時間がかかりそう。 質問1この男の人はどの部屋ですか質問2この女の人は どの部屋ですか。三番。まず、話を聞いてください。それから、二つの質問を聞いて。 それぞれ問題用紙の1から4の中から正しい答えを1つ選んでください。レンタル農園で男の人が野菜の種まきについて説明しています。えー、今日の種まきはこの3つです。まず、これは大根。大根には30日ぐらいで収穫できるミニタイプと、 じっくり3ヶ月かけて育てて収穫する大型のタイプがあります。収穫まで長くかかるものはその間の管理が難しいので、初心者の方には早くできるタイプをお勧すすめします。それから、こちらは白菜。白菜も収穫まで45日ぐらいでできるミニタイプと3ヶ月以上かかる大きいタイプがあります。やはり栽培期間が短い方が初心者は作りやすいでしょう。 最後がラディッシュ。これはどなたにでも簡単にできるので、皆さんにおすすめですよ。ねえ、どれ巻こうか。野菜作りにも少し慣れてきたから、難しいのに挑戦してみようか。でも、失敗するのは嫌だし、私は初心者向きにしておく。僕は大根は難しいのに挑戦してみるよ。君もやってみなよ。この間のきゅうりも上手に作れたじゃない。 そうね。やってみるか、私も。じゃあ、私は白菜の方に挑戦してみる。OK ーー、その域その域。あと、ラディッシュは僕は少しだけ巻いてみる。私、あんまり好きじゃないからいい、ラディッシュは。質問1。1> この男の人は、 どの種をまくことにしましたか質問二。この女の人はどの種をまくことにしましたか